I'm Dragon Lord! すでに各地で戦火は。いえ、災火が巻き起こりつつあります。恐れずに言うならば、乱心ここに極まれりかと。己が気まぐれ一つでたやすくこの世を塗り替えられる。いただきってのはさぞやたまらねえんだろうな。小次郎、政宗様、 いい加減帝やら魔王やらの背を見るのは真っ平だ。この日の本の真なる主、それは竜を置いて他にねえ。それは無論のこと。しかし小十郎、遊びは終わりだ。俺は今から王を名乗る。何者にも脅かされねえ唯一の座へと舞い上がり。政宗様、 姉上、また見境もなく各地の宝を取り寄せたのか。このままではいずれ我が家の家計も火の車に。ほら、わらわの美しさ以上に大事なものがあって。何か言ってないで早く受け取ってきなさい。まったく姉上は人使いか。貴様は一体まさか姉上の2を狙う賊か。 威力、装甲、私は浅井自然の神長政、この国の守護者だ。姉上、姉上、逆襲だ。このようなことをしている場合では。そんなのどうでもいいから早くなさい。 全部受け取り終わるまで帰ることは許さないわよ。いや、やむを得まい。マリア様、最上姉さん、一攻めにの献上です。少し色がくすんでいるな。姉上ならば捨てかれ、いたずらに王を語ってあげく無駄な希望すら抱かせるとは。特訓流明、まさしく悪を超えた悪だ。 その王の弟になり下がったあんたは一体何者だ。まあいい、あんたと話していても埒が明かねえ。どうやら続々各地の宝が運び込まれているようす。かくなる上は奪って儲け、敵の隙を下げましょうぞ。長政様をお守りして仲政様だけ守りきるの。 どうしましょう。きっと長政が悲しむわね。ほら、いい櫛ね。あと3つほど揃えましょうか。姉上、せめて1に1つくらいは。やめて、お願い、長政様に群がらないで。お前たちもっと働いて、アリさんの方がもっと仕事してるわよ。 ですよね。これ、こう見えて1使っちゃダメ。少しぐらいなら。いや、ダメだ、耐えるのだ1。こう見えて散々しごかれてきたのだ姉上にな。
何か言った？配下と共に負けられぬ理由をも得られたか。 あんたはまだ本当の絶望を知らねえ。もうちょい親孝行しとくんだった。ぜ南蛮菓子ね。わらはこちらの方が好み。仲政様一も欲しい。すまん、姉上から譲り受けられる気がしないのだ。 マリア様、この宝物と恋文をお受け取りくだされ。はいはい、分かったわ。マリア様、どうか貴様をどんどん着飾ってください。だめないし、目を背けていろ。あんたがもしくじけているなら俺の出番ってこった。王の傍らにありし、今はただ それだけでいい。あなたたちはなぜ位置を望むの？一体位置にどうしてほしいの？ あなたなら教えてくれるの？ ママ様、また姉様のことばかり。一もお手伝いするわ。行くばっかの票を与えた拙者はここまで。マリア様、九州より 良質の反物が届きました。ああ、これで白一つが姉上の布置き場に。さらばだ友よ、異なるどこかにてまた会おう。頭を空にして切ってこい。そうすりゃ分かる。こいつらのために俺は前を向き続けるのさ。向かい風ほど心地よい。 そうは思いませぬかな。あなたは是非を選べたのね。よかったね。マリア様、最後の品をお持ちしました。今すぐお運びいたします。いけないわかね。わらわをこんなに待たせるなんて。自決する気なら止めはしねえ。それでいいのか？ ほえてみるかね。グオーンってか。人の本拠を尋ねる際の礼儀すら知らぬというのか。ほら、眺めさ、あなたの好きな悪が湧いて出たのよ。いや、やむを得まい。 喧嘩のたった半分だろうと。あんたには譲れねえ。あの敵さん、人に見せられちまったか。あっちに人に勝ちてえなら、あぶみと蔵に気を使いな。ま、無理だろうがいいよ。とうとう見せたな、あんたの大事な喉笛を。
あんたは選べるはずだ。望みの道、光ってやつ。でも、きっと位置には無理だわ。もう何度も、何回も、白い花びらを散らせているよ。わしらに止める資格はない。思いのままに登りなされ。待って、この手、この子たちは敵じゃないわ。さて、どうする？あんたはこのまま失うのか。ヒー様とマリア様、あでやかなる花二つを守らん。誤解なきように言っておこう。私は三下などではない。素直に逆るのね。少しは我慢してみせて。一、長政、わらわはしばらく献上品をめでるわ。お客様のお相手よろしく頼むわ。あれ上、突然何を。待たれよ姉上、姉上。その調子で頑張って、わらわのために。お任せくだされ。長政様、どうしてイチのお話を聞いてくれないの。あら、雲行きが悪いの。そう、ん、あ、蝶々かわいい。取り返すチャンスはやるぜ。来いよ。これ以上イチに不安を与えるわけにはいかぬ。マスムレさん、下したからこそ迂闊に気を許しませんよ。オーケー。闇と炎の狭間より、いざ舞い上がれ最終正義。義元即断、口を挟むは悪である。まったく姉上め、どこまで恥をさらせば気が済むのだ。許せ一、嫁入り先がこのような。長政様は悪くないわ。悪いのは、うん、ねえ長政、よしてるならとっくに終わらせているわよ。長政、その傷は治んね。わらわの許しなく壊れないで。わかったのなの。どうしてうちは役に立たないの。いかに姉上とて過ぎたるわがままは悪。総員加速、右に回って撤退せよ。まっ、一筋縄じゃいかねえ道だってのが承知の上さ。姉様を懲らしめてくれるの。騒がしいわね。品定めも満足にできないじゃない。あなたが客なのね。あなたもまたわらわが欲しくて手を伸ばすのね。でもどうかしら、あなたはわらわを奪うにふさわしい。いいわ、ちょうど物足りなかったところだもの。あなたという名の献上品、わらわが受け取ってあげる。
クレイム。え？それがあんたなりの光なら何も言わねえさ。悟るだけ悟って満たそうともしてくれないの？そう、ずいぶんと意地が悪いんだ。わらわに消えない傷が残ったらどうなるかしら。何度だって追いかけてきてね。それがあなたの宿命。わらわがそう決めたのだから。俺が進むは竜の道。フォローミー。後悔はさせねえぜ。ま、幸先いい出だしか。こいつらまとめて今日から竜王軍の一員だ。全て傘下に支配下に収めるとそうおっしゃられるのか。ああそうだ。正直帝や魔王のおっさん相手じゃまだまだ足りやしね。勢力拡充、それ自体は正しき判断であるとうなずきましょう。しかし文句なら聞かねえぜ小十郎。一族老頭皆殺しと行くよりは優しいもんだろ。有無を言わせぬ併合、それはいずれいびつへもつながるかと。あなたの道を遮りかねぬ巨大なる爪痕を。心配すんな、俺はそこまで落ちちゃいねえ。魔王や覇王とは違う。それがこの俺、竜王だ。豊臣を追われた砂人が今なお逃亡を続けているとか。いいお茶だ。いいお手前じゃねえか、わびすけ。何やら真夏なる気配が。こっちだ、獲物の匂いだ。いよ河野軍が最下衆を伴い進行中の模様。白と黒のひねどりが可憐に凛しく舞いますよ。これも我らの生き様だ。お尋ね者が出たな。筆頭の敵じゃないぜ。